王忠仕官は、中華人民共和国のバドミントン選手。2011年世界選手権、女子シングルス金メダリスト。ロンドンオリンピック女子シングルス銀メダリスト。上海市出身。9歳の時にバドミントンをはじめ、2003年に上海市チーム入り。2005年に中国代表チーム入り。2006年。 ワールドカップで世界選手権金メダリストのシャーン・カオルを破って優勝。10月の世界ジュニア選手権ではインドのサイナネワールに勝利し金メダルを獲得。2008年9月にヨネックス・オープン・ジャパンの決勝で香港の周密に勝ちスーパーシリーズの大会で初めて優勝する。2009年は3月の全英オープン初優勝。 ヨネックスオープンジャパンで2連覇等の好成績を残し、世界ランキングが1位となる。2011年、ロンドンで行われた世界選手権決勝で台湾の低賞を破って金メダルを獲得。2012年のロンドンオリンピックでは決勝で同じ中国の新鋭、リユキに1から2で敗れ、銀メダルを獲得。2016年、リオデジャネイロオリンピックの準々決勝で、 インドのシンドゥプサルラに20から22、19から21で敗れた。ありがとうございます。